はい、こんばんは、山城と申します。今日はね、何をやっていこうかと言いますと、やっていこうということの気概もない、速報で上げてるかな、読む山速報で上げてると思いますけどね、今ね、夜中の2時なんですけどね、今までね、ちょっとずっと動画の編集とかいろいろとやっておって、今日休みやったんでね、動画の編集をまとめてガーッとやっとって、ショーツと合わせて5本作ったかな、今。5本作って、5本目のやつが、ちょっとね、長尺のやつをエンコードかけてたんで、その間にね、ちょっとね、夕飯買ってきて、で、また戻ってきたら食べながら編集しようかなと思ったけど、とりあえずちょっとそれなりに本数も作れたんで、ちょっと雑談を入れながらね、ちょっと近況報告とかも入れながら、やっていこうかと思います。で、せっかくなんでね、深夜なんでね、もう相手とかも限られてるんで、マック買ってきました。で、ちょっとマックをね、マック食いしながら。最悪、今日はこのまま終わらせてもいいんで、明日ね、また編集頑張れば。実は今ね、5本ね、動画アップロードしたんですけど、まだね、本当は今週、希望を言うと、あと8本作りたいんですよね。結構大変なんですけど、動画のね、撮ってあるのは撮ってあるんですけどね、出すのがね、なかなか間に合ってないんで、ちょっと一気に作っていきたいなっていうところでね、気合入れも兼ねて、今日はね、がっつりと、とりあえず今作ったのアップロードとかもあるんでね、長いやつあげるとね、アップロードもそれなりに時間がかかりますんでね。っていうのでね、買ってきたんで、新しいやつかなんか、そう、本当はね、別に普通にビッグマック買ってこようかなと思ったんですよ。今日これ、撮ってる時にね、ちょうどなんかね、いろいろマックを食べる動画がいろいろ、結構いろいろ上がってたんですよね。ヒカキンさんのところもマック食べとって。で、翔さんか。たけやき翔さんのところも、いろんなバーガーを食べる動画やっとって。なんかバーガー、最近そうや食ってねえな、というのでね、で、ビッグマック買いに行こうかなと思ったら、新作のやつ買ったんでね、せっかくじゃ、だったらね、新作のバーガー、食べながらね、普段実は新作でもあんまり買わないんで、ちょっとね、気になるバーガーだったんで、買ってみました。で、ついでにもう晩酌にしちゃおうかな、ということでね、どうしようかな。ちょうどね、そう、ルバーズがちょうどね、売ってたんでね、買ってみました。ホワイトラベルの方ですけどね、さっと飲むのには、いいですよ。じっくりと味わうならね、あれですけど、マックと一緒に食べてね、パーってやるんだったら、このあたりのやつ。いろんなね、ブランドにもよりますけど、ルアーズは、他に、何があったっけ？ 12 年ものとか25年ものとかもありますよね。ああいうやつはね、やっぱし、ちゃんとしてね、飲みたくなるところではありますんでね。こういう感じのね、お手軽なやつ。これ1300円ぐらいだっけ？ 1400 円ぐらいだったと思うんだけど。でね、あるやつはね、そうそうそう、いいですよね。ってことでね。これ、マックでね、スプライトもらってきたんでね。スプライトと、でもスプライトだったらね、これも、これよりもね、こっちの方がいいや。よいしょ。こっちですね。ザ・スタンダードなね、ジンですね。そう、ウィルキンソンのジンって、そういや飲んだことねえなって。普段ジン飲むときは、ボンベイが多いんですよ。ボンベイのジンが好きで、あと今、ジンとかありますよね。和製のジンも結構好きなの。ジンはね、一概にジンって言っても結構メーカーによって味が、つけるね、その薬味って言ったらね、包装の感じが、兼ね合いが変わってくるんで、メーカーとかブランド、ジンでも、ボンベイでもね、例えばサファイアとドライだとね、結構違ったりとか、そのままで飲むんだったらサファイアの方がいいかな。何かと合わせるんだったら、なんか割り剤にするんだったらドライかなっていう感じかなっていうのがあったりしますけど、でもジントニーでも、サファイアのジントニーもまたそれはそれで美味しい。いろんな楽しみ方ができるんですけどね。で、その中で言うと、ザ・スタンダードなんで、このウィルキンソンのジン、ウィルキンソンのね、よくトニックとか、あと、ジンジャーのね、やつで、割り剤の方でウィルキンソン使うことが多かったんですけど、そういや、ウィルキンソン自身のジンは俺、飲んだことねえなと思って、
他はね、大体まあジン好きなんで一通り飲むんですけど、そういやウィルキンソンですし、あったらね、大体定番で置いてあるんですけど、酒屋に行かないとないかな。で、これも山屋で買ってきたんですけど、大体山屋に行くと結局ボンベイが置いてあるし、他にね、気になるジンがね、いろいろとずらーっとあるんでね、ついついそっちの方にね、いろいろとお酒しとってね。で、定番で買うのはジルビーの方なんです。あれキリン系だったっけな。これはアサヒ系なんですよね。で、そう、ジルビーのジンが、どっちかというとベースで、あっちの方、赤い方ね、赤い方のジンの方が、だいたいベースで飲むことが多かったかなって感じなんですけど、ということなんでね、ちょっとこれもね、行ってみようかなと思います。まあ、スタンダードなシーンなんでね、多分、割り代にするのに、スプライト、そう、意外とね、ジンとスプライトっていいんですよ。ジントニックとはまた違ってね、ジンバッグに近い感じになっちゃうかな。でもね、ジンバッグほどの絡みもないくて、実はちょうど飲みやすくなるんでね、これ、スプライトです。そう、コーダじゃなくてね、どかせれないけどね、透明なスプライトになってますんでね。あれ、これね、ライン感が強いんでね、このね、お酒と割るのにちょうどいいんですよ。ってことで、まあ、もう晩酌にします。ってことでね、まあ、ちょいちょいと足しながらね、飲んでいきたいと思います。いただきます。乾杯。さすがにこの量だとね、混ぜるとね、アルコールが全然薄くなっちゃうんでね。最初混ぜずに飲んで、だんだん増えてきたらまたね、先ほど足してってやるとちょうどね、いい具合になるわけでございますね。で、何買ってきたかってね、何を買ってきたかというと、これね、ちょっと気になったんで、タンタンダブルビーフ、あんまりサムネこれでいいね。タンタンダブルビーフバーガー、こんなん出てるんですね。この味なんですね、入れ物になってんだね。なんか、マック感が、マックこういう感じのやつあるんだ、へーっていうのでね。まあ、なんか、アジアフーズシリーズみたいなのやってるのかな、ということで。他にもちょっとユーリーチとかもいろいろあったんですけど、これもうとにかく、ビーフ気分だったんでね。これと、バイマックのね、ダブルティー。これも、今ね、バイマックがね、今まで100円だったのが200円になっちゃったんでね、ちょっとね、お手高くなったなって感じがしますけど、まあでも考えてみればパティが2枚増えますからね、ダブルバーガーの方だったらね、まあだったら、全然ね、ありってありなのかなって感じ。普通の1枚のやつをダブルにするとね、200円プラス200円なんで、そうするとね、ハンバーガーの方がいいじゃないかってことでね。あ、そう、もともとそう。だから、バイバーガーにするぐらいから、ハンバーガー2つ買えばいいじゃんと思ってね、ハンバーガー2つ買ったんですけど、結局これバイバーガーにしてるんで、まあまあなボリュームになってますよね。あれっていうね。まあまあまあ。今日はバック食いでいきましょう。まあこれがメインですからね。タンタンダブルビーフバックメインで、ダブル食いをしていこうと。これ。それでね。セット用のポテト。プルルプルル。やっぱね、ポテト、マックポテトと、あとこれ、こっちがセット用のやつか。こっちがセット用ですね。M サイズですね。こっちは L だね。L の方がポテ投げのやつだな。ポテ投げと、そうそう。これがね、ちょうどいい量なんですよ。LF だとね、ちょっとね、やっぱね、取っちゃうじゃないですか。ここね、一つ片方 M にするというね、セットの方にして、M にするということで、ヘルシー。ヘルシー。異論は許さないよ。で、ポテ投げなんでね、投げとか二つついてきますよ、ということで。ということでね、マスタードでね、食べていこうやないかというわけでございますよ。よいしょ。あ、ついでに、こっちのがいいかな。なんか、コクマニ肉ソース残っとったんで、これも一緒に食べていこうと思います。はぁ、こんな感じで、まあまあな量だね。まあまあな量だな。まあまあやってるな、これ。
全部合わせてね、結局注文したやつずらーっていうと、タンタンダブルビーフのセットで、これね、マックフライポテト M とスプライト M がついてくるよと。で、あとは、ポテ投げ用の台ですね。これが、マックナゲットが5ピースか2つついてくるので10ピースですね。で、マスタードソースと、あとマックフライポテトが L サイズが1個ついてくるよと。で、ハンバーガー単品170円の2個と、いうのと、あと、バイダブルチーズバーガーで、ね、これが、600円なんですね。あ、ポケナゲ台と一緒の値段なんだ。なるほどな。そう考えると、あれですね。うん、結構かついたんで。まあ、合計2330円。うちにしては大散財やですよ。スターステートにしたら2330円、超豪華な夜食ですんでね。まあ、2人にね、プラス、ちょっとお酒を足しながらってことでね。ああ、ちょっと豪勢な、豪勢。うちにしては豪勢なんです、これね。まあ、ぼちぼちと近況とかね、話しながら、今日はアップロードした動画の話とかね、近況とかいろいろと話しながら、やってったらいいかなぁと思ってますと。さあ、じゃあね、タンタンダブルビーフ。まあやっぱ気になるんでね、これから食べていきましょうかね。よいしょ。その前に写真撮っとこう。そう、最近、飲み物がね、ずっとアクエリアス飲んでるんで、ね、アクエリアス以外の飲むとちょっと新鮮ですね。さあ、ってことでね、あ、こんな感じなんだ。へぇー。チーズバーガーが、ダブルチーズバーガーに、目玉焼きが入っててって感じが。で、ソースが淡々なんだよね。どんな感じだろう。ちょっと気になるんで、早速いただきます。うん。うん。あ、下にソースがあるんだ。あ、結構辛い。うん。うん、まあ。チャンネルの推移で言うと、あ、そう。ちょうど25万再生いったんですよね、YouTube がありがたい話で。累計の再生がね、うん。ね、うちのチャンネル、これ、辛い系の酒ともあるわ、辛い辛いで、ちょうど口の中が、パパッとしていいですね。そう、25万再生いったんですよね。ありがたい話でございます。登録者数もね、355人まで、来ましたよということでね。ショーツやっぱ上げてからだいぶ、うん、そのあたりの数字改善されてますよね。先にマスターで行こうかな。ショーツはね、多分、今まで見ていただいてる方だと、AI 山田さんの方はありかもしれんと。特にあっちのアクエリアスチャレンジに関してはね、完全にもう狙ってる客層が違うんで。多分、アクエリアスチャレンジはね、うちのところで見ていただいてる方、しっかり、まあ、完全にあれは大体向けに作ってますからね。うん。もうそういう狙いです。の中でね、純也さんとかバイさんとかのところとどういう差別化してるかっていうところですよね。うん。まあ、アクエリアスを延々と飲み続けるっていうね、地味ではありますけどね。調べてみたら、誰か一人くらいやってるかなと思ったら、やってなかったんですね。まあ、普通早飲み動画とかっていうと、大体2リットルのやつをね、数秒で飲むとか、そういうような世界で、わーってやってる感じがあるんですけど、あれをね、一般の人が飲むとこうなっちゃうよねっていうのをね、ずっとやってて。うん。で、それがね、まあ、海外向けにやってるわけですけど。実際、YouTube のショーツも、あれ、海外で見られる時間帯、だから日本と全然違いますし、
YouTube の場合はね、どこの国からアクセスがあったよっていうのはわかるんですけど、大体うちって今まで大体日本以外に、まあ、ないわけではなかったんです。アメリカとインドネシアとフィリピンもちょろちょろたまに入ってたっていう感じだったんですけど、今見てたらね、本当にここのアナリティクスが大きく変わっておって、国別のね、ところがだいぶ変わってまして、今国別だと地域で行くと本当に一気に増えたね。視聴が入ってるってアクセスがあった国っていうのが分かるんですけど、まあ日本がやっぱり多いですで 85.8%、 前はこれが 90% 以上だったんですよね。これが85ぐらい前ちょっと下がっておって、まあただ全体の総数は増えてます。で、次に多いのがインドネシアか、やっぱインドネシアが2番上に多いだね。でアメリカがちょっと下の方に行っておって、韓国が多いんだ。インドネシア、韓国、フィリピン、マレーシア、インドでアメリカで、次がバングラディッシュ、シンガポール、オーストラリア、イギリス、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、ブラジル、カナダ、ドイツ、デンマーク、ジョージア、イラク、カンボジア、カザフスタン、ラオス、スリランカ、ミャンマーも入ってきてるのかな。これは意外。メキシコ、オランダ、ノルウェー、ネパール、ニュージーランドは英語圏だからって言って、上がってくるわけじゃないんだな。あとか、実際の金ないか。アメリカ向けの時間に合わせて作ってるのがあるんで、それもあるかもしれない。パキスタン、ルーマニア、ロシア、サウジアラビア、スウェーデン、タイ、トルコ、ウズベキスタン、ベトナムと。アクセスがいただいているということなんですね。すごいね。これのちょっと前に測ってみたら20都市あったんですよ。これは今どれぐらいいってる ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。増えてるね。21、22、23、24、25、26、27、28、29、30やろ38カ国ですよ。38カ国からアクセス来てますね。いやー、やっぱし、狙いは独自にはなってますね。傾向はね、TikTok の方も同じ感じになってます。TikTok の方も、好調で、なんなら TikTok の方のフォロワー数も抜きそうですね、YouTube の方。あっちのがやっぱ最初入っても3、400入りますからね。一応ショーツも海外向けはね、アクエリアスチャレンジ、あれはもう毎日やるって感じやってますけど。毎日、アクエリアス飲んでね。放送的には、YouTube の方だと教えて AI 山田さん挟んでるんで、毎日アクエリアスチャレンジが上がるっていうふうにはなってないと思いますし、TikTok の方はね、タイマー予約はできないんで、時間ができた時にね、アップロードするっていう感じなんで、ちょっと不定期な感じにはなってしまってるんですけど、国内向け、海外向けのショーツね、海外向けがアクエリアスチャレンジでね、ずっとやっておって。で、あれだけそうやって挟んで、やってる、いう風になってますけど、あれ、毎日飲んでますからね。単純な話で、マージンのところですね。まあ、どうしても多分、どっかでできない人、一応毎日アクエリアス、一日一本は飲むようにね、心がけてもいいんですけど、何せ交代制勤務でちょっと時間がずれたりだとか、仕事がね、忙しくなったりして、で、なってくると、なかなか難しくなってくるところもあるんでね。特に外出てね、最近何店舗かね、行った出先のところでね、買って飲むっていうのをやってますけど、あれはね、あれを毎日はできないんですよ。どうしてもね。仕事やってなかったらいくらだって行きますよ。どこにだってもう、アクエリアス売ってるところなんて何千店あるんですかって。ターミナル駅のシリーズもね、もう何百駅ってね、対象にできる駅があって、駅構内のやつもね、何百って、あるわけでございますけど、っていうふうに、もういくらでも仕込れるネタ、開発するの得意な山田さんですけど、アクエリアスの売ってる場所って言ったらね、何千箇所では聞かないですよね。
だってコンビニエンスストア全部置いてないでしょ。スーパーマーケット略で落ちないスーパーマーケットでまずないでしょ。自動販売機の、コーラの自動販売機あったらほぼ確でしょ。そうそう。あ、冬場はね、意外と落ちないとこもあるみたいで、探してみたらね、あれ、置いてねえじゃんっていうこともあったんですけど。ですから、多分、1万箇所は、くだらないわけですね。アクエリアスの売ってる場所で飲むっていうやつをやり続けたら。っていうのもあってね。それがね、一つ、ただ簡単に飲むっていうのが、日本人にしたら、絶対こんな手抜きだと思うのこの言われて、まあ、手抜きは手抜きなんですけど、もう、あれに関しては、昔、初期の頃にちょっとね、海外向けに受けるのはどういう風にしたらいいのかっていうのってね、いろいろとまあ研究してやった結果、唯一実は海外向け、日本人が発信してる海外向けのところでブルーオーシャンがあるんですよね。それが海外向けのインテレスティングの枠なんですよ。うん。ジュニアさんとかバイオさんとかみんなやっぱファニーの方に行くんですよね。マキの方がやっぱスンと伸びるし、で、インテレスティングやろうと思ったら、英語で解説をしないといけないのかとかいう風になってくるんで、基本的にやはり日本人だと難しいよねっていうところがある。で、英語で解説したら解説したら、それ本当に英語圏の人しかわからなくなってくるんで、できたとしてもね、うん。全世界の発信って言うと、結局言葉を使わない発信っていうのが一番楽なんですよ。だからサッカーが受け入れやすいとかそういうようなところでもあったりするんですけど、で行くと、ファニーの方がやりやすい。ドンガンワーって行きますからね。松田家なんかもそうですよね。松田家さんとかもそうですね。うん、多分、松田家の松田さんは多分、うちより年上ですよね。うん、ですからね。うん、そうそう。逆にクリエイター活動やってる人で、うちより年上、あ、そう、一回それも動画でやってみたいですけどね。先輩って誰になってくるんだろうなっていうところが、謎でね。うん。ですから、YouTube、なってるよっていう人で、YouTube だけで見てみたらだいぶ後の方ですよ。2019年ですからね。うん。ですけど、動画クリエイターとしては、2009年からやってるわけでしょ。2009年から動画投稿してる人っていう、同期っているの？ね。いたら、多分、うん。2009年からやっててなかなかいないっしょな。確実に、だから歴と年齢の問題があるじゃないですか。で、年齢上で、歴も上って言うと、確実なのはメグさんですよね。メグインさんは絶対上。年齢もね、もう40超えてはりますし、で、2005年くらいからそういったような、なんかサイト開いて活動とかやってたみたいですね。うん。YouTube での動画投稿も全然早いですからね。で、あとはヒカキンさんですよね。ヒカキンさんはヒカキン TV は10周年ということで、2012年くらいからヒカキン TV として活動してますけど、それ以前にね、個人のサイト開いてやってるのがあるんで、サイトじゃない、アカウントでね、ビートボックスの動画をアップロードしたりしているのが2007年からやってるらしいですね。うん。最後の動画2007年のが残ってるらしいんで、もうこれは確実に先輩ですよね。うん。小僧だと2010年ぐらいだったから動画がわーっと出てきて、うん。その頃に私も知りましたね。うん。なんだったっけ、先輩後輩か。うん。そこのところは難しいですよね。2009年ベースで見てみても、そんないないよね。うん。いや、
俺が動画を上げ始めた時に動画を上げてる人がいた。上げてる人がいたんだけど、どっちかというと、ゆっくりボイスで、解説動画だったりね。まあ、それが今も続いてる人多いですけどね。命令者で行こうシリーズとかが始まって、わーっと盛り上がってたくらいですね。うん。だから逆にこうやって顔出ししてる人は少ないですもんね。一応同期というか、あれですね、それこそ会社の同期ですけど、もともとキッシーさんね、うちの動画にも何回か出てもらっている。この動画が出てる時には、多分引っ越しの動画と、じゃんけんの旅が上がってるのかな、一つ目のやつが上がってるのかな。あ、その後もね、撮ってるのはあるんですけどね。すいません、アップロードが間に合ってない。まだ夏の動画上げてますから、去年の夏の動画上げてますからね。うん。いい加減、ちょっと消化していかないといかんですけどね。ハンバーガー行こう。うまっ。あ、うめ。まあ、ハンバーガーも170円か。ね、上がっちゃったんで、なかなか大変ですけど。まあでも、言い換えると、ちょっと頼みやすくはなりましたね。100円だとね、なんか、本当に、頼むとちょっと罪悪感がありましたけど、まあ、170円だったらね、うん。結局のところハンバーガーがうまいですよね。先輩後輩、上、年上のクリエイターさん自体はいるのはいるはずなんだけどな。瀬戸康史さんとかも私より上だしすよね。上だよね。カズさんとかも上だよね。たと思ってるんだけどな。世代で言われると多分まとめる同世代ですもんね。うん、そうだな、そりゃうちも。2009年当時の動画の元データもなんですけど、その頃から の古い元データがいろいろと出てきたんで、アップロードできるやつはちょっとアップロードしてきます。可能であったら、2009年のやつもね、バイス縛ると一番最初の開封動画、あそこでカットになってる部分があったんですけど、サーチですね。もう、時効なんでいいでしょう。まあ、その動画でもチラッと言ってました。サーチできるんですよ、今回の診断っていう話が出とって。実際にサーチをやってみたら、本当にサーチできてしまったんですよね。で、その時のサーチのネタバレのところ、だから本当にできてしまったもんでカットしたんですよ。お前、本当にできとるじゃないか。本当にできてしまったら、これ、オンエアで使えないんじゃないかって言ってね、言ってたの、くだりがあったと思うんですけど。ですので、まあ、今はもう、バイス・シュワルツさん、ブチロードさん、とっくにもその対策もできてるらしいんで、それをアップロード、するっていうのも手かなと思ってます。ちなみに、視聴者の年齢層がね、だいぶ変わってきましてね、当初、だいたいアラフォーぐらいを狙ってやってますよって感じ、同世代を狙ってやってたんですけどね、今ね、10代からのアクセスが増えてるんですよね。意外でしたけどね、これは。うん。海外の、でも日本でも増えてるんだろうな。うん。そう、10代のからのアクセスが増える傾向ってことで、まあこれありがたい話ですね。うん。で、全体的に再生数がずっと増えとって、アベレージもね、今、1.0 取ってるんですよね。1.0 っていうのは、うちが YouTube やっとって、実は一番気にしてる数字で、今後も一番気にするよってしてるのは、視聴回数と再生時間なんですよ。チャンネル登録者数に関しては、1000人超えるまでは、注視して見ていくつもりなんですけど、1000人超えて、まあ簡単に言うと、収益化が達成できれば、チャンネル登録者数は全く気にしなくなります。私は。まあまあ、10万人とか言ったらね、1万人とか10万人とか言ったらね、わーとかっていうのをやると思いますけどね。もちろんありがたい話なんでね。うん。
でもね、やっぱ視聴回数が大事なんですよ。そこで行くとね、うちって本当に今視聴回数、ちょっと上げるかっていうのでね、やっておって、そのショートの試着、まあ自分で言うのはなんですけど、結構当たってまして、実は、今ね、直近4週、過去28日間の視聴回数っていうのが、実は YouTube の動画投稿やってると見れるんですよ。アナリティクスっていうところでね、見れるんですけど、で、多分 YouTube でクリエイターさんやってる人は、この過去28日間の再生回数と視聴、総再生数が、ここを一番、気にしてる人多いんじゃないかなと思います。で、うちのもう、そこの方を、気にしてみてます。で、行くと、視聴回数は今 1.4 万再生まで上がりました。これはありがたいですね。1万再生まで上げたいなっていうのはあったんですよね。ちょっと上げたいなっていうのがあって、ちょっと、ショーツもあるし、ショーツで再生回数を稼ぐ方向にちょっと行ってみようかなっていうんでやってみました。で、今までは同時な感じだったかっていうと、最初はもう数百もいかないです。っていう感じがずっと続いとって、で、イレーショナルエスカレーターインジャパンっていうね、エスカレーターの、免疫のね、エスカレーターの映像。あれが、バンと再生が入るようになって、あの時に一回1万再生オーバーがアベレージになった時があるんですよ。その動画が毎月9000再生とか入ってね、ずーっと言っとった時期があったんで、その時に調子良かったんですよ。あ、9000は言ってないか。毎月、7000か6000くらいか、言っとって。押し上げてくれとって1万再生は切らないねっていう風になってた時期あるんですけど、それがね、ついぞちょっと、だいぶ、見られるのもちょっと落ち着いて、ってなってからはだいたい5000再生いくかいかないかぐらいだったんですね、毎月。ただこれ登録者300人の、チャンネルとしては多分多いと思います。300人のところで、ですと、下手すりゃ大体、月の再生、かける10ぐらい、3000再生いってたら、本当に、御の字、ぐらいの感じなんですよ。うん。うん、かける10いってたら相当ですよね。かける8、チャンネル登録者数の8掛けか7掛けぐらいいっとったら、結構もう御の字な感じだと思いますよ。うん。っていう中でいくと、うちって350人、今、355人か、になってますけど。で、ですから、3500、まあ3500言っとったら、うちのチャンネルとしては頑張ってる方だと思うんです。で、このチャンネル規模だとね。っていう中で、しかもそんな面白いと思える動画ないでしょ。まあ、これを見ていただいてる人さんに言う話でもないですけど、別に、わ、これ見ても面白いわーってなるような動画作ってないですからね。っていうところで、いう中で、まあ、海外向けに作ってるのはちょっと面白みも出してるようにはしてますけど、うん、海外の人が見て面白いかなと思えるようなものをね。うん、でも、それでも万人受けになってない感じにしてますけどね。うん。っていう中で、1.4 万再生。1.4 万再生は相当頑張ってますね。うん。まあ、ただ、一つ言えるのは、やっぱ、ショーツは、登録、チャンネル登録ってあんまり繋がらないっていうのはやっぱあるんですね。うん。って聞いてはいたんですけどね。うん。大体、一般的には200再生入ると、200再生が入ると、1登録者が増えるくらいが、基本のベースですよって言われてるんですよ。この業界では。で、いくと 1.4 万人見ていただいてるってことは、本来だったら、1.4 万、かける100やから、100したら、1440、の半分やから70人。月70人ぐらいは登録者数が増えますよっていう計算のところまで再生数上げてるんですけど、実は登録者数は、15、あ、でも15増えてるのか、増えてるな。うん、だいぶ増えてますね。うん。まあ、そうか。だから、ショーツだと、当て感としてはその半分ぐらいになって、まあ、なってしまうっていうことですね。うん。まあ、面白い動画上げてないんだから当然っちゃ当然ですけど、それでもこれだけついてきてくれるっていうのは本当ありがたい。だから大体 YouTube とか TikTok
でもいいんですよ。TikTok やってる人でも、ちょっと当てかまがいますから、このあたりの。うん、えって言われますもん。あの、月1万再生って言ったよっていうのね。この前も。行ったとき、1万再生、また挽回してね、行ったときに、今 1.4 万まで上がってるんで、本当ありがたいんですけど、うん。この再生数を聞いたときに、ん、あれって言われますよ、大体。動画投稿したことある人ならね。うん。そう。あの、実は多いんです。再生数は多く。まあ、これは単純にやっぱ、投稿頻度の問題ですよね。投稿頻度気をつけてますから、うん。実はそういうようなやつがあったりするんで、意外と収益化すると、それなりに、あの、いいんじゃないっていう数字にはなってるんですよね。あ、ダブチーの場合いきます。うん。ほんね。このボリューム。うん。まあ、話すネタもなくなったんで、なんか思いつくまで、動画でも見ながら、ぼちぼちと過ごしていこうと思います。